はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7続きをやっていきましょう。とりあえず船長室のロッカーの鍵を手に入れたので、マシンガンをね、取りに行きたいので、一旦船長室まで戻りましょうか。多分これエレベーターの階段登っていけば行けるよね。ちょっとやっぱりね、これだけはね、心もとない。一応爆弾が5個あるけど、あんまり使いたくないしね。てかさ、エブリンのさ、体組織もいらなくね。一応預けとこう。うお、アイテムボックスに預けることができません。マジか。そうすると、ガンパウダー1回預ける？で、薬液系も預けておこう。ちょっといっぱいだからね、アイテムが。金属溶解液は必要でしょ。で、マシンガンの弾もマシンガン手に入れたら使うことになるし、精神刺激薬ちょっと置いとこう。キーピックはちょっと開けるとこあったから持ってくとして、じゃあこれで一回船長室の方へ向かっていこうかな。大丈夫かな、何も出ないかな。これこっから行けるよね。あれ、あ、しゃがむで、ここはしご登ってっていうかさ、またオートセーブがかかったんだけど、でこれで3階に出てきたわけか。で、こっからまた4階に行けるよね。上を見ながら行こう。結構高いね。あれ徐々に下を向いた。何もしてないのに。上を向きながらはしごを登るっていうのは、やっぱり大変なのか。よーし、ここからもう一回飛び降りて、普通にこっちから行くか。で、こっちでいいんだよね。ああ、間違えて閉めちゃったよ。船長室と。お、いた！いたね、今出てきたね、マジか。早速マシンガンの出番が来るか。で、船長室開けて。よし、OK。マシンガン P19。これ右でいいよね。で、マシンガンを装備しよう。で、普通の拳銃の弾でも9発しかないのか。どっちかっていうと多分マシンガンが主力になるから、拳銃はまあ最終手段として9発残しておくか。うん、これもう近くにいる、もしかして。今な、声するね。俺のことを探知してんのか。気を感じるみたいな。開けては来ないよね、だって。うわ、めっちゃ声するわ。で、そうだよな、3階あたりから行くんだっけ。じゃあ開けるかも、しょうがねえ。あれ、開かねえんだけど。あ、いるね。なんで待ってんだよ、お前は。まったく。近い近い近い。扉越しでも俺のことを察知してくるか。で、これはもう飛び降りちゃっていいでしょう。すげえ高いとこから飛び降りたな。これ飛び降りるとさ、画面がよくわかんないんだよね、どうなってるのか。で、3階どっから行くんだっけ。あ、コントロールルームか。コントロールルームから。あれ、あ、登れた登れた。このまま突っ走っていくか。で、あ、そか、この先か。で、ここにキーピックあったよね。こう、すぐね、連打しちゃうんだよね。キーピック使って、開けて、アンティークコインゲット、よし。アンティークコイン、何枚目だ？お、いる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 。どうする？これは、これはちょっと、バカさせよう。さあ、来い。バカめ！あははは。腕が変異してるやつはね、ちょっと、厄介そうだから。これで、妖怪機使って、で、開けてこう。この先はかなりやばそうだな。で、医務室とかに行けんだっけ。どこに何があるんだっけ。なんか書いてあったよね。うわー、暗いけど、
またさ、このガコーンとかいう音何なの？外からなんかブワーってきそうだけど、セーブがかかったな、やだな、何なんだ一体。え、この中とかちょっと一応後ろ見よう。これは何？特になんでもないか。こういう、うわ、やだ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 、マジやだ。マシンガン持ってるとはいえ。で、ここは何？シャワールームとか絶対やだよ。絶対出てくるもんだって。いるもん。いや、いるいるいる、絶対いる。絶対このね、どっかから出てくるよ。一室から。ガコーンって。うわ、怖い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 。マジ調べられない、ちょっと。いや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 、ちょっと待ってちょっと待って、クリアリングクリアリング、こっちに回転しながら行こう。あそこ光ってるね。こういうところ開けてこう。何か入ってる、入ってない。ん、そっから、このコンソールパネル、どこ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 、こっちか。え、何、めっちゃ、え、めっちゃぐるぐるしてるよ。何？え？え、何何何何何？こっちリモコン爆弾してる。リモコン爆弾しよう。ちょっと待って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 。はい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 、バコーン。もう一回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 。さあ来い、さあ来い。うわー、やべやべ、ゲロクやったゲロクやった。ちょ、これかやって。はさ、バカめ。まだ生きてるか。ちょっと待って、ちょっと待って。これはもう、とにかく、とにかく、撃ちまくれ、撃ちまくれ、撃ちまくれ。ああ、倒した、倒した。あ、いた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 、爆発した。マジかよ。え、何個あとリモコン爆弾？ 2 つしかない。どうしよう。回復薬あと1個か。使いたいけどな、予備がなくなってしまったな。で、とりあえずこれを触ろうじゃ。あ、なんだ、これを取るのか。で、これは？ああ。え、なにこれ？あ、これで取ったってことね。もう、あのゲロマン強えな。で、こっちは。なんだ、え、で、こっちへ行けるってことか。よし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 、リモコン爆弾。なんでリモコン爆弾さ、こんなとこに落っこってんの。鍵開けろよ。え、開けらんない。え、マジでこれ。なんかさ、ショートカットできるとか、そういうあれじゃないの。え、自力で戻れってことか。ん、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 なんだよ、まったく。うわ、ここはなんか戦闘が行われた跡があるね。あそこ薬液みたいなのがある。ちょっと開けて。何も入ってない。よし、薬液クイット。もう連打してるからさ、一気に2つ取ったよね。あとはないか。え、なんの音？風の音？ちょ、もう逃げよう。ダッシュ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 しよう。とにかくダッシュ。うわー、逃げろ逃げろ。で、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 あとなんだっけ。とにかく逃げよう。これはここで終わりだよね。で、どうすんだっけ。え、何を手に入れたの。これか、電力ケーブル。これ電力ケーブルってさ、わ、落ちたよ。ああ、ここか。そうだそうだ、電力ケーブルをここにやるんだ。で、これなんだっけ。ケーブルが完全に焼けていると。どっちがどっちだ。ここ
で、あとヒューズか。あ、登る、降りる。下も上も行けるんだね。ヒューズってどこにやったっけ？なんかヒューズってさ、はめたよね、どっかに。はめたけど、ちょっととりあえず、一旦セーブポイントに戻ろう。怖いから。よし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 。で、閉めて、アイテムを一回整理しよう。ハーブが2つあるから、まず、回復薬を1個作って、薬液鏡。薬液鏡とガンパウダーって競争なんだよね。でもな、マシンがあるからな、どうしようかな。ガンパウダーはでも、結構いっぱいあるね。薬液鏡2つあるか。念のための念のためで、競争弾を一つ作るか。合成して、で、ちょっとハンドガンに切り替えて、これも入れちゃっていいよね。よし。で、あとは、一応薬液とハーブを1個預けておこう。いざとなった時のために置いておくと。金属溶解液があと2つ。薬液今日は置いてっていいか。で、競争弾が1個あるから、まあ、最悪、まずはハンドガンで行くか。で、行くべきところをちょっと確認しよう。1階のレクリエーションルーム。ここもあるね。で、最終的には S2 に行くんだっけ？そうだよね。S2 に行かないといけないから。まずちょっとレクリエーションルームを目指しましょうかね。ここがだって今2階でしょ、ゲストルーム。レクリエーションルームはこれどこだ？ランドリー。あそこが一番最初だ。ってことは基本的には下に行くのは、下に行くにはエレベーターから入って、で、そこからこっちへ降りる。降りるって何？こうか。よいしょ。これ登れんの？ちなみにここ来ちゃったけどさ。あ、登れんね。で、ちょっとさっきさすがにセーブしたばっかりだから、ここってまださ、うろついてたっけ？うろついてんな。これどうすっかな。ケツをちょっと引っ叩く。ほいほい。どう？競争だ。ちょっと待って、こっち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 は大丈夫。大丈夫だね。レクリエーションルーム行くか。ちょっとクリアリングしていこう。暗い。よし。で、これ使って、早く開ける、早く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 。よし。で、なんか出てくるかもしれないね。ちょっと閉めよう。分離剤っぽいのがあったね。あ、全然違った。リュックサックじゃん、これ。やった！所持できるアイテムが増えた。あ、もともとミアって結構持てるんだ。さて、あとはちょっと。マシンガン。ハーブ。これマシンガンに切り替えるか。弾がいっぱいあるから、こっちにしよう。で、装填して。これは？金属溶解液。金属溶解液は結構あるね。こっちの方に。よし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 。リモコン爆弾。リモコン爆弾はいいな。あれ？で、ここ何しに来たの？え？どうすればいいんだ？あ、で、ここヒューズはめたよね。ヒューズって取れないのかな？ちょっとかけて。クリアリング。一応、敵はいない？光の入り方がちょっとやだな。あ、いる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 。これもマシンガンで。あ、そう。いた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 。
えなこれ。いやめっちゃ使ったわ、弾丸50発。いや使ったわ。で汎用ヒューズ、これ取れる？あ取れるわ。で戻ろう。まだ減ってるな、ヒットポイントが。でこれで上によじ登って、あれ登る。これやってる間にさ襲われたりしたらたまったもんじゃねえな。でまたオートセーブがかかったね。これいいんじゃない、汎用型ヒューズ。よし、でどうするの。おお、動いた。あで何回行くんだ。 S にもしや、あちゃんと動いたよ的な。でまたちょっとゲストローム行こうかゲストルームに行って落ち着こう。一応閉めて、まあ、この中はねさすがに入ってこないんだけど、またちょっとアイテムを見て、あー薬液とハーブだな。これ1個作ろう。合成して、常にね回復薬は1つ持っておきたいからな。でどうしようかな、使っちゃう、使っちゃおう。一応ヒットポイント全開にしておいてからの、リモコン爆弾があるからな、大丈夫だと思うんだけどな。薬液強度とハーブ組み合わせて回復薬強、よしこれを作っちゃおう。もう作っちゃったんだけどさ。であと開けられるとこは特にないか。だいぶ開けたか。下の方で使うのかな。じゃあちょっと一旦セーブをします。はい、じゃあ先に進んでいきたいと思います。開けてエレベーターだな。エレベーターにちょっと速攻で向かって、あれ来てる、あ来てるよね。で S2 だな今度は。 S2 ここでまたうわっとか出てこないかな。大丈夫か、ここからなんか出てきそうで怖えな。早い。で地下に降りました。ここ確かにあいつが待ってるよ。マジか、あいつって誰だよ。しかもお前じゃねえのかよ。え大丈夫、あいつって誰。え、何この緊迫した音は。あ箱がある。逆壁を取ろう。でマシンガンに切り替えて、あいる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 。使うね弾をやっぱり。でもまあ、え後ろにいるもしや、後ろにいるな。これどうすっかな、シカトしたいけど、はいつくばってるやつはシカトできるかな。こっちは特にアイテムとかなさそうだから。いる、このタイプか。これかな、こいつと戦ってられない。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。はや、うん、まだいる、いるか。こいつが来たか。あ倒した、よし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 。ここ死体だらけだな。いやーちょっと待って、弾がなんだかんだでなくなってきたぞ。これで一回ハンドガンの弾か。ハンドガンの弾でなんとかする。ただリモコン爆弾があるね。リモコン爆弾は一応なんか大ボス的なものに、おいいね、サブマシンガンの弾をゲットした。ハンドガンでなんとかやりくりするか。他は
ないか。あとここ開けてみよう。あ、マシンガン弾、あ、取った今。あ、増えてんね。で、さらに行くか、こっちか。ここら辺とか何も入ってないよね。いやな、やだな。ここもなんか変なやついたよね。うお、ちょっと待って、音がやだ、音が。なんか落ちてる感じはあるね。先へ進もう。マシンガンでいいね、また弾が増えてきたから。弾が増えてきたっていうのもまたさ、なんかちょっと怖いけどさ、こういう隙間とかは特になしか。うん、これはなんだ、普通のやつか。いや、腕組んだな。ちょっとこれは設置しよう。さあ来い。おら、いいね。リモコン型爆弾あと7個、まだ結構あるな。ん、うわ、これはちょっと待って、これはおゲロマンじゃねえかよ。さあ来い。おら、置けない、置けない。さあ来い。でもこれは2つだな。ほい、このデブ野郎が倒した。うわ、いって、あ、そ、こいつ爆発すんのか。何個ある？ 5 個か。まあまだ安心できる数だな。あれ、この箱は怖そう。ハンドガンの弾か。まあいいや、ないよりはマシで。ここを倒して、よし、マシンガンの弾ゲット。マシンガンがだいぶ増えてるね。で、この先は、うん、何、え、何何、なんで苦しんでんの、これは。おっとっと、これもあれか、金属妖怪か。開けて、アンティークコイン。え、なんで苦しんでるよね、近くに来たから。これここにいるかな、前なんかここにいたね。うわー、落とせばいった。ちょっとこっち見よう、先に。お、ここにもちょっと一回閉めて、これでこれ使って、よし、リモコン爆弾いいね、安定のリモコン爆弾。ここは特にない。ちょっと一回休んでこう。よっこいしょって言って休んでいきたいんだけど。え、ヒットポイント大丈夫だよね、めちゃ苦しんでるけどさ。行くしかない。うん、あ、ここにいるのか。いや、絶対怖いよ。あ、私のためにやってほしいことがあるの。なんでしょう。あ、イーさん、イーさん、え、今誰の声、イーさん、あ、あれ、なんだお前。おい、心配しなくていい、傷つけはしない。今までずっと自分を抑えられなかった。どういうことだ、殺したかったわけじゃない。マーガレットだって同じだよ、息子のルーカスもな、もちろんゾイもそうだ。すべてあの子が、エブリンがやった。あの子は何なんだ、あんたたちに何をした。あの子は妙な力を使い、俺たちを感染させた。あの子は俺が沼地の船のそばで見つけた。あ、見えるね、こっち。それから全てが変わった。動けないけどね。感染させて人を支配するのか。いや、正確には違うな。あの子は無理やり心に入り込むんだ。そうなったらもう抵抗できない。
一度あの子とつながると自分の感情も抑えられなくなってその後はもう全く別人になってしまう。ミアが送ったメッセージもエブリンの仕業か。いいか、あの子はただ自分の家族が欲しいだけだ。エブリンが鍵だ。いいな、お前ならあの子を止められるはずだ。イーサン、家族を自由にしてくれ。お願いだ。おっさん、実はいいやつ。エブリン、やめて。イーサンから離れて。なんで？こいつはお前を愛してない。私が愛させてあげようか。やめて。いや、愛してるよ。彼に触れないで。イーサンを傷つけるのは私じゃないって言ったでしょ。彼に何かしたらどうする気？お前はママじゃない、そう言ったよね。ん？動ける？あ、ちょ、見れるは見れるけど、ちょ、これしか動かせないな。おっ、やっぱめっちゃ薄着だね、ミア。どうしよう。時間がないの。ここを出て、あなたがあの子を探して、これを持って行って。なんだ？え、なんでなんでなんで、何のつもりだ？あなたを助けるの。早くここから出て。あ、支配されてるのか。左にいるね。そうにないのよ。よせ。あなたがあの子を殺さなきゃ。やめろ。ダメだ。ミア、やめろ。まあ、さすがに向こうにはいけないよな。え、で、俺なんか持ってる？うわ、これしか持ってねえ。またかよ。あ、でもスカウターはあるね。エブリンを倒す。ここどこ？とりあえず先行くか。え、ちょっともう手ぶらだよ俺。また手ぶらの時。あ、どこに隠れてある？え？とりあえずさ、アイテム探そうよ。武器になるもの。ここら辺のさ、なんかさ、棒切れみたいなのとかさ、持ってこうよ。あとヘルメットかぶればとりあえず頭は少し安心かな。まあそういうわけにはいかないけどね。え、どっから行くのこれ。あれ、え、どっから行くの。え、行けないんだけど。ん？いや、なんか、いや、待って、なんか落とせるよ。お前のせいだ。あー。ん？ちょっと待って、うわ、自分の影がやっぱりね、怖いよ。先に進むか。え？また。また暗い。いや、めちゃ暗い。これどこ、これ。え、飛び降りてしまった。追跡。いや、追跡はいいんだけど、沼。エブリンを倒すって言うけどさ、いや無理でしょ、丸腰だよ。だってこれは そこだよね、そりゃ。え、沼に入ってるね、しかも。これなんかあるわけではない。え？とりあえず進んでこう。ジャンプ。アイテムは多分落ちてないよね。あそこにまた小屋みたいなのがあるね。じゃあ深い。登れ。え、これ下くぐってくの？え、何上から行こうとしたんださ、下をくぐっていったんだけど、ここから上に登れるけど、これはどこだ。あ、セーブポイントがある。行こう。え、ここに出てきて、で、ここか。あ、なんかあるね。え、なんかいっぱいあるよ。競争団。これは？
1982年2月18日、パターソン行動で落盤、トゥアンとベックフォードが死んだ、ハックスリーは二度と自分の足で動けないだろう、スタンジンさんの言う通りだった、あそこの地盤はもろすぎる。1892年2月19日、会社は追加の人員をよこすつもりはないらしい、代わりにノルマを倍にすると告げられた、早く祖国に帰りたい。ひでえ、劣悪な条件だな。南ダルベイパーナビー遠行みたいな、これはどこなの、何なのこれ、まあ、沼だよね。これ何、これ何、これアルファ1、アルファ1応答せよ。はい、アルファ1です。あ、なんだ、何があったか。ベイカー邸を捜索したが生存者はゼロだ。繰り返す、生存者はゼロ。争った痕跡がある。エブリンか、違うようだ。だがベイカー家の長男が第三者に送った暗号通信の記録を発見した。誰に送ったか想像がつく。どうやら当たりだな。奴はその近くの廃校にいると情報が入った。そちらを渡ってみる。了解した、こちらも廃校に向かう。エブリンを見つけた場合発砲を許可する。いいな、奴を仕留めるんだ。なるほど、早く来てよ。俺ここで待ってっからさ。精神刺激薬、これ何？ん？いつものヘリ監視されてる。あ、これさ体験版であったよね。ほー、ま、戻しとこう。あ、鳥かごがある。てか、なんて書いてある？船沼研究所、ラボスワンプっていうのかな、シップ、ほん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 、ちょっと分かりづれえな、絵が下手くそすぎて。ね、これはね両方多分取れないよね。マグナムか、ちょっとマグナム取れっかな。あ、アイテムボックスあんじゃん。ミアの持ち物を受け取りましたって。アイテムボックス万能すぎるだろ。ちょっと一回じゃあ全部しまって、これもしまうの。しまえないね、これは持ってかないといけないから。バーナーは多分いらないと思うんだよね。さて、まず左側はアンティークコインが8でね、このね汚れたコインってねアンティークコインのね代わりになるみたいなんですよ。ちょうどぴったりかな、そうすると。まあ、ぴったりって言ってもこっちが取れないけど、マグナも取りましょう。で、汚れたコイン入れて、数字変わった？まあいいや、どん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 やっていこう。ほい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 、連打連打、プチ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 っと。もうめんどくさいな。よしよしよし、開いた。マグナもゲットした。弾は一発だけ装填されてるか。マグナム2マス使うんだ。ギリギリ取れたな。体験版のコインがなかったら足りなかったか。で、じゃあマグナムの弾もちろん持ってくでしょ。5発全部で6発か。で、ショットガンはまあちょっと常時使うやつでしょ。で、さらに、そうするとさ、おもちゃの手斧とか結局よく分かんなかったな。これ一回整理しよう。あ、サバイバルナイフもあるじゃん。どっちがいいの？サバイバルナイフの方が強そうだね。リモコン爆弾絶対持ってくよ。これリモコン爆弾。そうか、こいつも使えるんだ。ハンドガンとかどうすっかな。あんまりさ、武器を持ちすぎてもさ、グレランはでも持ってきたいよね。すげえ戦闘兵になったな。どんだけ銃持ってんだ、こいつは。で、ここに置いとこう、とりあえず。で、ショットガンの弾26発あるでしょ？マシンガン200発あんのか。どうすっかね。で、上位弾。で、回復薬。回復薬今日もあるね。これも持ってこう。薬液がいっぱいあって、薬液今日もあって、ハーブもまあそこそこあって。牽制のコイン一応持っていくでしょ？こんなもんか。とりあえず武器的には、あとどうする？一応ナイフ持ってこうか。ナイフだったらサバイバルナイフがいいかね。
サバイバルナイフにして、ハンドガンいるか。リモコン爆弾ちょっとこっちに置いとこう。でマグナムは上、そうだな、グレネードは下がよくて、ショットガン右がいいからな。そうするとちょっとリモコン爆弾とマグナムを手間取りそうだな。で、あ、グレランだいぶ減ってんな。そうすると固形燃料が3つか。固形燃料はもうちょっと全部グレランに回そう。だってさ、もうあれだよね、エブリンを倒すってことはだいぶ最後っぽいからね。で固形燃料は移動させて、で合成、合成、合成と、よし、 OK。 でグレランに1つセットするでしょ。アイテム2マスくらい開けとけばね、大丈夫だとは思うんだけどな。ハンドガンの弾はこれだけあって、ハンドガンの弾とガンパウダーを重ねるか。ガンパウダー4つあるから、てかハンドガンってどれが強いの。いっぱいありすぎてわかんねえんだけど。 G17 は多分弱いよね、威力が高い。古びているが問題なさそう。威力は標準的。ああ、なるほど、威力の高さで選ぶか。でそこに競争弾を持ってって、でさらに普通のハンドガンの弾をとりあえず取り出せるだけ取り出そう。でそうするとダメだ、ちょっと待って、これ一回預けて、でこれをガンパウダー取り出して、合成のこれで、合成のこれ、あれ、これとこれを持てないのか、多すぎて。エブリンの体操式マジいらねえな。じゃあ一回これ一回預けよう。で2マス開けておけば大丈夫かね。ショットガンが26発、弾全部使い切ったっけ俺。一応これ弾込めしとこう。あ、これ間違えた、こっちじゃねえ、爪散った4発。まあいっか、これでいこう。しょうがない、4発はだってさすがにもったいないからね。でグレラン詰めて、でマグナムも一応詰めとこう。あ、6発詰まったね。そうすると1個開くのか。で競争弾が17発の、そっか、ハンドガンってさ自分で装備しないといけないの。ちょっと待って、ちょっと待って、マジでこれすぐ出し入れできるようにしとこう。でこっちよし。で10発になったから、10発になったからこれでまた作れるでしょう。ハンドガンの弾、マシンガンはいらないかな。まあ、なんかあった時のためにマシンガンの弾は残しとこうか。どこだったっけ、ちょまた相当して。ハンドガンの弾30発の方取り出そう。でそこからガンパウダーで合成の合成、よし、これで20発になったね。で置いとこう。で通常時は競争弾でいくか。じゃあこれマグナムだから、マグナムとさハンドガン間違えそう。よし、これでとりあえず準備 OK。じゃあこっから先は次回やっていきましょうかね。というところで、じゃあちょっと最後ね、アイテム整理でだいぶ時間使っちゃいましたけれども、この先は次回やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。